さあ、じゃあシネマハスラー2012年度ランキングトップ5発表させていただきましょう。第5位ドライブ。え、まだ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 ダブルスも入んないの。第4位この辺りこの辺りこの辺りじゃないこの辺りじゃない。第4位この空の花長岡花火物語。えまだダブルセブンまだ来ないの。じゃあいい加減ダブルセブン来んな。これ3位もちょっと。第3位SR 埼玉のラッパーロードサイドの逃亡者。えだってってことあと2作しかないんだよね。いやだってそれはさっきからだって流れがあんじゃん。今年はみたいな流れあんだから。これはだってもうこれ次来ないとダブルセブン次来ないとこれはもう どうかしてるってことになるからね。第2位霧島部活やめるってよ。っていうことは第1位は持ってけ泥棒007スカイフォール。はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。お疲れ様でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様。いや、ちょっと待ってください。皆さん、はいはいはい。皆の衆、押し付け。まあ、押し付け。まあ、押し付け。俺のランキングだから。うん、俺のね、今、テンションで決めるランキングだから。うん、ということですからね。はい、でもね、まあちょっとじゃあ、そのね、1位のその物議を醸す1位というのはね、ちょっと置いといても。まあ、5位からのどうですか。ドライブですよ、ニコラスウィンディングレフン。やっぱりそのなんていうんですかね、まあ、この作品どう捉えるかっていう、まあ、人それぞれあると思いますけど、まあ、革新的な一作だというふうに思いますし、そして私も含めて日本人にとってはニコラスウィンディングレフンというね、新しいというか、もともと注目されてた才能だけどそれを知らしめた。ちなみに今ね、このシネマハスラーの中で扱った、バルハラライジングとか、そして一番のおすすめって言ったブロンソンも DVD で出てますからね、ぜひ見ていただき、よりそのニコラス・ウィンディング・レフン才能が分かるんじゃないかなというふうに思います。ドライブ、まあなんかとにかくそのどの一場面撮ってもどの一場面見返してもどの一場面思い返してももうビンビンって言葉を使いましたけど、一箇所もなんていうの、愛してないとこがないみたいなね、気持ち悪くなってきましたね。でもドライブに関してはやっぱり先ほどちょっとねシネマハスラーでも使った表現ですけど、思い返すたびにドキドキするっていうね、そういった気も久々にした作品でもありますし、見終わったとこれはちょっと次元の違うものが来たな感、ですかね。ちなみにちょっとまあこれ後にね言うことにとかぶっちゃいますけど、今日のスカイフォール表ドライブちょっと引用しましたけど、その意味ではニコラスウィンディングレフンの007とかって見たいよねっていうふうにちょっと思ったりなんかしましたね。はい、ドライブと重ね合わせて、思ったことによって、はい、でもやっぱりその一時の熱狂じゃないっていう感じがあるんじゃないですか、ドライブに関してはね。はい、歴史に残る作品だと思うけどな。はい、第4位この空の花長岡花火物語。これね、正直に言いますとずっと僕今年はこの空が1位だなっていう風にずっともう半分決め込んでました。で特にやっぱ大林監督お招きして、番組でね1時間インタビューさせていただいて、もう最高でしたね。最高の時間でしたよね、この雨痛いなってね、もうまずこの雨痛いなって極点ですからね。はい、極点っていうか、まあ、この映画こそやっぱり他とちょっと比較のもう基準が違うっていうかね、それこそこれを見てこんなの映画じゃないとか、何なのとこんなのありえないと、自分全く評価しないっていう人がいても当然な、そのぐらいなんか他の映画からちょっと隔絶した価値観を持つ、作品なのはもう本当に間違いないじゃないですか。でさっきから言ってるように僕はやっぱり本当に上位に持っていく作品はだって他にこういう映画ないじゃんっていう、こんな体験をしたことはないっていうところをやっぱり押したくなるんですね。でやっぱこの空の花に関してはもう疑いようがないのはなんだこれはと、その大林信彦作品なんていっぱい見て見慣れてるし、ある種これが大林信彦作品だっていうその覚悟をして見に行ってるのに
しかもそれがどん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 加速してるのも知ってるのにですよ。それこそ、その日の前に、ね、リメイク版転校生、どん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 もうすごくなってる。分かってんのに、それでもひっくり返っちゃったってね。なんだこりゃ、だか見たことないっていう凄まじい、情報量であり、スピードであり、物、なんていうんですかね、量ですよね。全体の量であり、そして手法でありというね。そこにまあもう圧倒されたし、その、もう圧倒されたんだから俺の負けだっていう。はい、感じだったんです。なので、映画体験としては本当に、ベスト級なんですよね。なんですけど、まずこれはねちょっとね説明が難しいんですけど、まず霧島の登場によって、霧島部活やめてるっていうのの登場によって、あれと、これは今年はやっぱり霧島だなと思ったんですね。でこの空の花は逆に言うと1位じゃないならば、もうどこに置いても、決裂した存在、なんていうの、もうどこに置いてももう、もう関係ないっていうかね。うん。まあ僕の中ではその、1位であった痕跡としての5位以上っていうか、感じで、だからその、1位から下がったからといって2位ってわけじゃなくてもいいっていうか、そんな感じで、まあちょっと今さっき、ここ来てからもちょっと上下したりしましたけど、まあ現状ではそのドライブの上4位というね、この空の花、高岡花見物語を貸していただいたという感じですかね。はい。うん、でもやっぱりその、なんていうの、例えばその、この映画を見て泣きましたっていう時に、なんで泣いてるのか自分で説明がつかないみたいな。やっぱそれがやっぱね、そういう体験をしに行ってんでしょうよっていうことなんですよね。なんか僕はその、40分もその語り倒す表をやってるんで、何でも説明したがりって、もう説明もしたいですけど、でもやっぱり説明できない時が一番嬉しいです、それは。やっぱり。はい。という意味で、この空の花、もちろんその、大橋さんと、この作品を通、まあ、きっかけで、この番組で お話しさせていただいて、それこそね、時をかける少女のね、私のぶしつけな、深町和夫昏睡レイプ犯説というのがありましてって、お前それぶっ込むかみたいな、それに対して、その通りっていうね、びっくりする回答は、その通りはちょっとどうなんだってね、その通りではないでしょうっていうね、はい。とか、まあ、その、時をかける少女というのもテーマに隠されたヒッチコックのめまい性であるとか、そういうあたりも、本当に我が家を得たりというですね、その、回答をいただいたりとか、すべてはこの映画ありき、あればこそのことでもありますし、本当に、それも含めて一生忘れない映画体験でしたね。あと、有楽町スバル座で見たというね、全体も含めてもう、いいなっていうね、映画見に行くっていいなっていうね、はい、そういう体験でございました。あとそのこの空の花を愛してやまないね、その見てすごくやられちゃった人たちのその熱気みたいな、そういうの込みでやっぱりなんか素晴らしいなんていうかな、上映体験というか映画体験の一部だったんじゃないでしょうか。さあそして3位 SR 埼玉のラッパーロードサイドの逃亡者。まずもう埼玉のラッパーはね、一作目がその2008年度のまあ1位に、あの時 SR の埼玉のラッパー1位、今でこそね埼玉のラッパーね、みんな大好き埼玉のラッパーシリーズになってますけど、あの時埼玉のラッパーを1位に選んだ時にみんなって驚いたはずなんですよ。やっぱりで、それはやっぱり俺がこれを1位にしないでどうするっていう、思いでやっぱり1位にさせていただいたわけですね。でやっぱりその見事な完結っていうか終わっちゃうのかね、見事な完結編ですし、僕的にはやっぱりあとその、2作目ね、女子ラッパーね、傷だらけのライブ、あれも素晴らしかったんですけど、そこで苦言を呈した部分っていうのを 100% か 150% 返してくれた作品っていうところも本当に嬉しかったです。それのさらに上を行くね、まあ例えばクライマックスの、アカペラのね、面会室でのラップシーンもそうですし、あとやっぱりそのヒップホップ、フリースタイルのバトルシーンという意味では僕はもうなんていうか世界トップレベル、いったんじゃないかと思います。昨年の、1位サウダージ選ばせていただきましたけど、あれの、まあ、デンガリュー君のフリースタイルシーン、以降の基準で見ても全く遜色ないどころか、まあ、さらにこうね進んだというかですね、フリースタイルバトルシーンとかも素晴らしかったですし、まあ、テーマ性もね、何かそれこそ霧島とも通じる話ですよね。何かを好きでいることというかね、心に何かね、あるっていうことね、大事なことなんだっていうね、はい、もうでもそうだし、あとなんだろうな、昔の日本映画であったようなその若者の転落物語というね、犯罪に手を染めくっていくというかね、そんなような日本映画のそういうような伝統として見ても本当に見応えのある作品ですし、作品のそのバジェットとか規模とかって考えると本当に先ほど陽次さんもおっしゃってましたけど、豊かな
なんて豊かな作品なんだっていうね、ことじゃないでしょうか。あのインディー映画のもうなんていうかなんですかね、リッチさの上限みたいなね。でこの次はだから入江優監督さらにちょっと次の段階にネクストステップに行かれると思いますけど、うん、うん、3位、もう3位っていうかもう、もう1位なんですよ。だからもう1位なんですよ。これはもう、これはもう1位なんですよ、俺的にはね。はい。もう10億点なんですよね。100億かな。もう、何でもいい。何でもいいじゃねえか。単位は何でもいいじゃねえか。というか、もう俺の中ではもう、宇宙なんですよね。諦めない。はい。素晴らしい作品です。本当にもう、なんか思うだけでギュッとくる、はい、作品でございます。そしてですよ。ね、さっきからそのスカイフォールどこに入れんだどこに入れんだと、うん、僕はねそのはい、じゃあこれも白状しますよ。まあスカイフォールすごく今超上がっちゃってるんでかなり上位に入れるつもりでしたけどね、やっぱり霧島がやっぱり1位だろうっていうふうに思っていたんですよ。霧島1位ですよ。霧島はね、今年は霧島でしょうね。霧島ルールズでしょうね、うん、でもさ歌丸シネマランキングじゃないですか。ベスト1位に集中しろ、石上光さんもおっしゃってましたよね。1位に集中しろ。でリスナーの皆さん1位霧島、洋治さん1位霧島、多分あっちこっちで1位霧島、ドイツもこいつも1位霧島ね。そこですよね。だからこれ2位ってなってますけど1位です。これは1位です。これ2位に見えるけど1位です。これはあの2位ってのは目の錯覚です。これは1位ですから。だからその何て言うんですかね、時空の歪みみたいなことですよね。これ1位です。いやーでも、もうとにかくその、あの、僕は、霧島、部活辞めるとに関しては、ちょっと大げさな言い方ありますけど、本当にこの間の、一句こと小牧根くんとも話してたんですけど、あの、悪いところが思いつかない。うん。この映画が描こうとしたことに対して、この映画が失敗してる部分とかっていうのが、思いつかない。完璧だよね、はっきり言ってっていう。ふうに思うぐらいですね。はい。ですし、いろんな基準の言い方ができない、その若者描写の新しい基準。これ以降、霧島以降学園ものとかを見るときに、やっぱりその、ちょっと嘘くさい若者描写みたいなのが来ると、もう一気にもう冷める。ちょっと恐ろしい作品になってしまいましたね。そういう意味では恐ろしい基準になったし、ね、高橋おじさんをして、もうすべてを霧島基準で見るようになってしまった。うん、SR 埼玉のラッパーをね、あの、なんだっけ、霧島の元って言ったのに、ね、あれ呆れましたからね。これは無理くりすぎるだろうって。そこまで、でもまあ、そんぐらい、さっきのさ、悪の経典とか、不甲斐ないをさ、その霧島の連携で語りたくなるのも当然で、まあ出演者が被ってるともありますけど、そんぐらいの何か新しい基準になる作品だったのは間違いないじゃないでしょうかね。だから霧島が1位ですよ。そしてですよね、ダブルセブンスカイフォール、まあ今日シネマハスラー聞いていただいた方だったら、とはいえ今の俺がそのテンションだっていうのはね、分かっていただいたんじゃないでしょうかね。だってもう何度も言いますけど、タイトルのとこだけで5億点取ってるんですよ。でその後ね、まあ例えば訓練シーンで、まあこれは訓練シーンで多分まあ5000万点ぐらいはいくじゃないですか。で上海のとこでもうプラス5個はいきますから、うん、上海のあのもうあの見事なもう場面ですよ、うん、あのあでしかも上海で液晶画面バックにその手前のガラス越しにボンドが覗くとこでまず5億ですよね。でガーって開いて、でその狙撃しました、で格闘が始まった、そのシルエットだけの格闘シーン、はい5億じゃないですか。で、で女と目が合う、女と目が合ったところで、はいボーナスポイント10億ですよ。もうここの時点でもうそれはだってもう大体ここであーもう1位かなみたいな感じに、それはもう常識的にな、だって点数上そうじゃないですか、10億ですよ。なるし、でマカオのさ、うん、もうちなみにもう今回に関しては左右対称の絵が出てくるたびにちょっとずつ加算が来てるからね。マカオでまた5億来るしさ、うん、マカオのところまたさ、あの左右対称なだけじゃなくて、例えばあの女とこう会話バーのところで会話してるところでちゃんと手首の球っていう漢字の球っていうあの入れ墨に目が行くように球がちゃんと画面のど真ん中で、しかもあの、ボンドの首のあたりにちゃんとこう引っかかって、誰もがその球っていうのに注目せざるを得ないような画面作りをしてたりとかっていう、もうそういうあたりでもうどこまで行くんだと、
天井知らずチンチンもうその桁数がもう追いつかないよね、もうゼロになっちゃってますみたいな、そんぐらいですよね、はい。でもうそっからもうハビエル・バルデム出てきて、もうワンカットでの喋り、はい出たち、もう勘弁してチーンもうあの閉じ込められてからのね、あのカポーシーンですよ、見た人ならわかるんだろう、カポーシーンですよ、カポーシーン、はいチーン来た、おはいはいはい、もう言わせんなっていうね、あと20秒になってしまうでもね、あの多分この1時間というかね、この2時間ほどですかね、はい、2時間半ほど私の一人相撲で何が伝わったか、映画を見るって本当に楽しいなってことが伝われば、嬉しい次第でございます。以上、映画バクトの貴様、来世来年も見さらせ、ライムスター玉野のシネマランキング2010にお送りいたしました。はい、時刻は深夜0時を回りました。 TBS ラジオライムスタートのウィークのシャッフル、これから残り30分は漫画家西倉麦人、初代島尾真帆さんとお送りするコーナーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。もう虚脱ですね